プロ野球オールスタースーパーバトルは、東海テレビ放送で、毎年12月第1土曜日に収録し、1983年から2006年まで24年間に、渡り、正月明けの1月に特別番組として、放送されてきたプロ野球選手のスポーツ大会である。本校では、前身の、プロ野球12球団対抗新春リレーマラソン、プロ野球12球団、 対抗新春ランニング王座決定戦についても述べる。新春リレーマラソン時代の会場だった名城公園周辺。1983年に名城公園を舞台にして開かれたプロ野球12球団対抗新春リレーマラソンとしてスタートした番組は1997年に場所を名古屋ドームに移し、プロ野球十二球団対抗新春ランニング王座決定戦に変わり、 2001年にドーム大決戦、プロ野球12球団スーパーバトルに変更し、2003年にはチーム戦から個人戦に変更した。プロ野球新春リレーマラソンの時代には、各チームを代表する、健客自慢が集結し、名城公園野球場を起点とし、同公園周辺コースを走る、駅伝地立てのものだった。ランニング王座決定戦以後は、駅伝をやめて、 スポーツアトラクションも取り入れられるようになる。チーム戦時代は優勝チームに賞金100万円、MVP には車が送られたが2003年の個人戦から MVP には車に加え賞金100万円が送られたが2005年度の2006年放送で12、球団対抗戦に変更され、上記の通りに変更された。その他勝利チーム賞や各賞に副賞として、 番組スポンサーから商品が送られた。リレーマラソン時代は1月3日の午後3時4時枠に放送していたが、ランニングオーザー以降は1月4日夕方の放送となった。番組は90分前後に編集され、東海テレビを制作局として、富士テレビ FNS 系列全国ネットで行われていた。プロ野球人気の限りから2006年をもって打ち切りとなり、 2007年から2009年は同じ東海テレビ制作でニューイヤーフィギュアは2007ジャパンスーパーチャレンジを放送していた。ジャパンスーパーチャレンジの後、2010年からは再び1月4日に戻り、午後1時台にて同局制作によるスペシャルドラマを放送。2010年は福助2 0 0しかし、スペシャルドラマも2年で休止となり、 2012年からはバラエティ番組を編成。2017年以降は前年の年末に後継となる全国ネット特番が放送されている。また、東海テレビは毎年1月第1日曜日にも特番があったが、2010年を最後に廃止。なお、東海テレビのネット特番は現在も日曜スペシャル枠を中心に年数回ペースで制作。 放送されている東海テレビアナウンサーが担当ありがとうございます。